PW1000GPW1000G は、ボンバルディア C シリーズ、三菱スプスジェット、エンブライル E ジェット E2 や、選択肢として、イルクート MS-21 や、エアバス A320 e o の動力として採用された、高バイパスギアードターボファンエンジンである。計画は以前は、ギアードターボファンとして知られ、さらに以前は、アドバンストテクノロジーファンインテグレーターとして知られた。 ポインク 747SP テストベッド機に搭載された PW1000G プラットホイットニーは1998年頃に PW8000 として知られるギアードターボファンの開発に着手した。これは本質的には既存のプラットホイットニー PW6000 のファン部分を歯車減速機と新型の一段のファンに交換したものである。数年後、 PW8000 の開発は本質的には立ち消えになった。その後、しばらくしてアットフィー計画が持ち上がり、PW308 をコアとしたが歯車減速機と単弾のファンは新しくした。2001年3月17日に初めて運転された。これを基本にしてドイツのマトゥウェアロエンジンズと新設計のコアを共同開発するギアードターボファイ計画に発展した。 ドイツの会社は高速低圧タービンと複数の弾を備える高圧圧縮機を担当する。さらに、ギアードターボファンの当初の設計では、飛行法落選の領域に応じて推進効率を高めることを目的として、可変面積、ファンノズルを備えることも含まれていた。しかしながら、バフンはシステム重量が重いので量産型の設計からは除かれた。二千八年七月、 GTF は新型のプユパワーシリーズ PW-1000G に名称変更された。プラットホイットニー社は PW-1000G は既存のリージョナルジェットやナローボディ機に使用されるエンジンよりも燃料消費効率が10%から15%優れており、同様に実質的に静かであると主張する。エンジンはプラットホイットニーのボーイング747。 SP と PW1000G の飛行試験の第2段階では、エアバス A340 から600に、喧嘩されて試験された。試験用の航空機はエンジンを、第2パイロンに喧嘩して2008年10月14日に、トゥールーズで初飛行した。2010年12月、エアバス A320 ネオのエンジンとして、PW1100GE JM が選定された。 プラットホイットニーは共同開発した V2500 の後継エンジンという位置づけもあり、日本航空機エンジン協会とマトゥウェアロエンジンズに、東開発事業への参画を要請し、参画が決定し、2011年9月に共同事業上書が調印された。シェアは、プラットホイットニーが59%、日本航空機エンジン協会が23%、 マットウェアロエンジンズが18%である。PW1100G は2013年に 747SP で初試験された。PW1524G 型の試験は2010年10月に始まった。PW1500G は2013年2月20日にカナダ交通局の形式証明を取得した。2014年9月25日最初の飛行テストが エアバス A320 ネオに搭載されて行われた。PW1100GJM は2014年12月19日、FAA の形式証明を取得した。高バイパス比にすることで大幅な燃費向上と低騒音化を実現した。複合材料の適用により、軽量化に努めている。2015年11月11日、PW1200G を搭載した日本による、 国産初のジェット旅客機 MRJ が愛知県にある名古屋飛行場小牧空港にいて初飛行を成功した三菱航空機製スプスジェットは A320 ネオと共に全日空である原因は軸の両端の温度差が大きくローターを支持するシャフトの熱変形が不均一となったためであるこれによりローター軸に湾曲が生じて軸ブレを起こし 厳密な管理が必要なロータブレード先端と圧縮機ハウジングとのクリアランスが減少してしまったのである。これに対して、その後生産されたエンジン全てで、ハードウェア、ソフトウェア双方に変更が行われた。第3、第4シャフトベアリングにダンパーを追加して、シャフト強度を高めたほか、ソフトウェアもアップデートされている。また時運用及び加速試験のデータをもとに、 エンジン再始動間隔を短縮できる見込みであり、プラットホイットニーのボブルダック社長は、初期のエンジンは、エンジン停止から再始動までの350秒ほど、必要だが、2016年6月には200秒、同年12月には150秒になるとしている。2016年1月20日、PW1100G を搭載した、最初の機体がデリバリーされた。 2016年5月9日、プラットホイットニーは、PW1400G JM エンジンについて、アメリカ連邦航空局からの形式証明を取得したと発表した2016年5月18日、プラットホイットニーは、PW1500G エンジンについて、欧州航空安全機関からの形式証明を取得したと発表した。2017年5月31日、 フラットホイットニーは PW1200G エンジン及び PW1900G エンジンについてアメリカ連邦航空局からの形式証明を取得したと発表した。2018年2月9日、エアサは緊急対空性改善通報2018から 0041E を発行した。この通報では PW1100GJM エンジンを搭載した A320 ネオシリーズにおいて飛行中エンジン停止と離陸中止の事案が報告されたことから、洋上 E タップ寸運行の中止が指示されている。エアバスはこの問題への予防的対処として、同エンジンを搭載した A320 ネオシリーズの引き渡しを延期した。2020年2月14日、愛知県の三菱重工航空エンジンで組み立てられた PW1200G エンジンが、 三菱スペースジェットに搭載され、アメリカの飛行試験拠点で飛行したことが発表された。日本国内で組み立てた民間航空機エンジンでの飛行は、初めてのことである。一般的特性構成要素性能出典、マトゥー・プラット・アンド・ホイットニー、FLIGHTGLOBAL.com、Airbus,AIRINSIGHT.com。ありがとうございます。